はい、本日も始まりました生活科の水玉女子部。今日はさっきお風呂に入ってで思い出したので、フォロワーさんにボディローションをいただいたので、それと家にあったものを比較して使ってみました。で、その個人的な感想レビューをしていきたいと思います。まずフォロワーさんにいただいたものなんですけど、こちらが韓国コスメでアロエ 99% っていうやつで、これが韓国コスメだそうで、いただきました。ありがとうございます。で、これ使ってみた感想なんですけど、肌に鼻なじみがよくって、で、匂いがグリーン系なので、お好きな方にはかなりおすすめです。で、おそらくですけど、そこまで高いものじゃないと思うので、コスパはかなり強いです。星5のうち多分4ぐらいじゃないかなと思います。やっぱり保湿力は他のものに比べたら多少劣るところがあるので、まあ、普段使いには十分おすすめです。結構、多く使える感じなので、普段使いにめちゃくちゃいいので星4つぐらいですね。で、私が普段使っているものっていう風になると、こちらロクシタン の、 最近のものなんですよね。クリスマス以前か後かぐらいのもので、これと同じハンドクリームとかも使ってるんですけど、すごいあったかい匂いがして、これがすごく強いです。ただお値段がちょっと張るので、あんまりジャバジャバ使えないので、っていうところなんですけど、これを一応メインに使ってて、これはコスパって考えた時にやっぱり保湿力はもう抜群なんですけど、買いづらいっていうので星4ぐらいですね。で、ロクシタンでもこういうカンカンのものがあって、で、ハンドクリームと一緒で、これもハンドクリームあるんですけど、これはまだ使ってない香りなんですけど、ホイップで中身が見える、こんな感じになってるんですね。はぁ、めっちゃうまい。もうこの匂いがもうすごい好きで、これに包まれたらもう最強。で、これもちょっとお値段張るんですけど、やっぱり使用感には変えられないので、これはもう星 4.3 ぐらいですね。これはかなり強いです。と、昔フォロワーさんにいただいたエッドクリーム、これデフォルトになりましたね。いろんなお店で売ってますね。で、これは容量がすごい多くて 220g って書いてあるんですけど、これはクリームなのですごいいいです。保湿力すごい強いので、多分これコスパ的にめちゃめちゃ強いと思うんで、これは私は星5つけたいですね。乾燥肌の人とかにも、全然マッサージとかにも使えます。そんなに匂いは残らないんですけど、とにかく使用感がいいので、これクリーム、いろんなバームとかも出てるんですけど、これはもう星5でめっちゃおすすめです。で、まあ、最後にこれ持ってきますね。前に紹介したサボンのクリスマスコフレなんですけど、サボンはこれ以外に使ってるものもこのボディローションの名前で売ってるものであるんですけど、一番大きいのがこれ で、 あとボトルのやつとかいろいろあるんですけど、匂いがやっぱり好きなのでこれを愛用してます。で、これは、まあ、お値段がちょっと張るのでそんなに買えるものじゃなくって、はあ、やっぱり冬イメージの匂いですね。で、まあ、これは使用感なんかパンチがそんなにないような感じなので、前に紹介した感じでこのハンドクリームを合わせたりとか、あとはまあちょっと乾燥するときにはロクシタンを使ったりしています。ということで、まあ、優秀なのはこちらのハチミツでロイヤルゼリブロ、肌荒れを防ぎしなやかなお肌にとかってなんかいろいろ書いてあるんですけど、ビーハニーワークス、
エッドクリームで検索するとすぐ出てくると思うので、これは最推しっていうことで、まあ、私が好んで使うのはやっぱりロクシタですね。ボディローション、シアとオリーブの木の心温まる柔らかな香り、もう甘い匂いが本当に好きで、もうハンドクリームも結構いっぱい買っちゃう感じで、はあ、これはもう最高ですね。今日も、見てくださった方に、今日はこちらですね、私も使ってるこの紹介したロクシタのハンドクリームを皆さんに抽選というかこちらで決めさせていただいて、これは前に紹介したかもしれないんですけど、ホイップ状になってまして、ですごい使い心地が伸びますし、めちゃめちゃいいんですよ。これを1名様に、プレゼントします。で、なるべくその当選者が被らないようにしたいので、他の方にはなっちゃうんですけど、この新しいものを1名様にプレゼントしますので、前回と同様、水玉公式というか広報アカウントでこれにツイートをします。そこに生活家さんかわいいだのなんだのって書いてもらえれば それで参加になりますので、ツイートの方見ていただけると嬉しいです。励みになります。ということで、今日はローション、ボディローションとか冬に不可欠なのを紹介していきました。じゃあ今日も、ご視聴いただきありがとうございました。またどこかの機会でお会いいたしましょう。じゃあまたね、バイバイ。